はい、お久しぶりです。1月28日に受験した FP3 級について結果通知書と合格証書が届きましたので動画で報告したいと思います。自己採点の段階で、点数的におそらく合格はしているだろうなとは思ってたんですけど、こういう形で改めて合格証書っていう形で届くとやっぱり嬉しいですね。3級ファイナンシャルプランニング技能士という名称です。正式名称が。で、私は FP 協会のものを受けたので、実技の内容としては資産設計提案業務ですね。金財の方はまたちょっと違うんですよね。そんな形でこの合格証書と、詳しい特典とかが書かれた結果通知書っていうものが届きました。点数の内訳については自己採点の時と全く同じでした。学科の方が60点満点中の57点、実技の方が100点満点中の95点です。学科の方で落とした3点っていうのは、3つの分野で各1点ずつです。ライフプランニングと資金計画、リスク管理、相続、事業承継、この3つの分野で1問ずつ点を落としました。苦手分野を作ることなく各分野をまんべんに学習して理解もできていたのかなと思います。ちなみに今回の試験の合格率は学科で 83.14%、 実技で 86.56% だそうです。 FP 協会の方の試験の方ですね。日本 FP 協会のサイトから引用しています。勉強法については今まで残してきた勉強記録の動画で大体わかると思うんですけれども、ここで改めてざっくりまとめておきたいと思います。まず勉強期間ですが約1ヶ月半です。12月の初めに受験申し込みをしてから勉強をスタートしました。そして使用した教材がこちらですね。レックの取説シリーズの速習テキストと速習問題集。この問題集を選んだ理由としては本田さんの動画とコラボしているからです。 FP の勉強法についてはいろいろ調べたんですけど、 YouTube の本田さんの動画がすごくわかりやすくて人気があるということで、その動画とコラボしているテキストの方がいいんじゃないかなっていうことで、こちらの取説シリーズのテキストを選びました。ということで使用した教材の2つ目が YouTube の本田さんの動画です。FP3 級をたった9時間で最速合格できる FP 爆速講義っていう再生リストがあるんですけれども、その再生リストに入っている動画を全部で10本ぐらいでしたかね。それをコツコツ見ていきました。そして使用した教材3つ目が fp3q.com の過去問道場のサイトです。これは学科と実技両方あるんですが、私が使ったのは学科のみですね。時間があれば実技もやりたかったんですが、勉強期間1ヶ月半だと実技をそこまでやり込むっていうことができなかったので、この過去問道場で使ったのは学科のみです。そして勉強の全体的な流れです。 FP の3級、2級もそうなんですけど、全部で6章に分かれてます。なので1章ごとに勉強していきました。1章を丸々一気にやろうとすると結構長いので、章の半分くらいで区切ってやることが多かったです。1週間に1章ずつやりました。流れとしてはまず取説の問題集のこっちの問題集、学科の問題のみをもう最初からいきなり解いて、その次にテキストと本田さんの動画を見ました。この2つについてはどっちが先とか特になくて、その時の気分で先にテキストを読むこともあれば本田さんの動画を見ることもありました。そしてその次に取説の問題集、学科の方は2回目ですね。取説の問題集を、学科と実技両方解きました。この流れで第1章から順番に勉強していったんですけど、勉強の後半に差し掛かった時には先へ進めるのと同時に前にやった分野の復習も進めていきました。1週間に1章ずつやってるので、例えば第5章の勉強をしている時にはもう5週間経ってるわけですよね。第1章を勉強してからもう1ヶ月以上経ってるので忘れてます。結構忘れてます。なので勉強の後半は他の分野の復習をする時間も取りました。この復習に使ったのが過去問道場の学科問題ですね。
これは分野別で絞って過去5年分ほど一気に解きました。このやり方で5年分一気に解くと同じ問題ばっかり出てきます。 FP3 級の試験っておそらく毎回毎回似たような問題が出されるので5年分ってちょっと多すぎるかもしれないんですけど、同じ問題を繰り返し解くことで、あ、この問題はよく出るんだなとかいう形で記憶に定着しているので、飽きるほど解いた方がいいんじゃないかなと思います。感覚としては勉強期間そんなに時間取れないよっていう方は2年分とか3年分でもいいかもしれないですね。5年分だとちょっと長く感じるかもしれません。そのあたりはこうお好みというか自分の取れる勉強時間に合わせて選んでいただけばいいんじゃないかと思います。そして最後に直前期にやったことです。直前期にやったこととしては2つで、まず過去問道場の年度別過去問、これは PDF の形で載っていたので本番と同じ形式でそれを何回か分解きました。この時は実技は FP 協会のもののみですね。自分が受けるのが FP 協会のものだったので、もう最後の最後は FP 協会のだけでいいかなと思ってそれだけを解きました。そして2つ目が取説の問題集、こちらですね、取説の問題集。やっぱりこちらの問題集って大事な問題がこう厳選されて収録されてるっていうイメージがあるので、最後の最後はやっぱりこちらに戻ってきて問題を解きました。こちらについても実技の方は FP 協会のものだけです。解いたのは一番最初の勉強のスタート時には近在と FP 両方解いてるんですけど、最後はもう FP 協会のものに絞りました。こんな形で勉強を進めて約1ヶ月半で合格することができました。動画の最初の方で、合格率をお伝えしたんですが 80% 超えということで、資格試験受け慣れてる方にとっては結構高い合格率ですよね。私も最初合格率だけ見た時は結構簡単な試験なのかなって思ったんですけど、一通り勉強してみて簡単ではないなっていうのが感想です。一通り勉強した方ならわかると思うんですけど、第1章から順番に勉強していくと、この第1章のライフプランニングと資金計画っていうところ、結構ここからすでに難しいですよね。テキストだとこっちかな。この辺ってこう社会保険についての内容なんですけど、自分にとって身近なことの割には知らないことが多くて、FP の勉強をやらなかったら、なんか結局死ぬまでよくわかんないままだったんじゃないかなっていうような知識がたくさん詰まってました。合格率高い割には、結構なんて言うんですかね、勉強してる最中の感覚としては結構難しいです。途中でこれ合格できるのかなってちょっと不安になる方もいると思うんですけど、問題演習繰り返していくうちに必ず解けるようになります。本田さんの動画もすごく分かりやすいので受ける価値はある試験だと思います。そして最後に2級の受験についてです。私は5月の26日の日曜日に2級を受ける予定です。で、申し込みはまだしてないんですけど、もう申請始まってるんですよね。3月15日から4月5日までなので、ちょっと早めに申し込みを済ませたいと思っています。2月の11日に漢検準1級の試験があったので、それまでは漢検の勉強に集中していて、漢検が終わった後から勉強をスタートしたんですが、ちょっと勉強の進捗的にはあまり順調とは言えないです。1ヶ月以上経ったんですけど、まだ第2章の保険分野が終わったところですね。今まで扶養内の勤務だったのが3月からフルタイム勤務に変わったりして、生活リズムも変わったので、今までほど勉強時間取れなくてですね、ちょっと順調とは言えないです。ただ購入したテキスト、これですね、2級の方は色違いで取説シリーズの速習テキストと速習問題集。で、このテキストが5月の試験までしかないように対応してないので、できれば5月一発合格をしたいと思っています。で、これから勉強のペース上げてゴールデンウィークくらいまでには一通りの範囲の勉強が終わるといいかななんて思ってます。残りの期間で問題演習ひたすら繰り返して定着させていく、仕上げていくっていう形を狙っています。そんな感じですね。一つ前の動画でもお話ししたんですが、勉強記録の動画については今はちょっと不定期更新になっています。
まあ、ただあと1週間ぐらいでおそらく漢検準一級の採点結果届くと思うので、それが届いたらまたこういう形で動画にしてお伝えする予定です。はい、では今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。